水風の章、大樹の説、鉄血の樹脂師。ミルディン大橋を制圧した同盟軍は帝国領内へ侵攻を開始。対する帝国軍はメリセウス要塞に兵を入れてこれを迎え撃たんとしていた。守備は上々、各諸侯から兵員と物資を出してもらえることになった。よくあのまとまりのない諸侯を説得できたもんだね。例によって誰がどれだけ負担するかで揉めまくるもんだと思ってたんだけどね。グロスタール博が率先して負担を受け負ってくれたんだね。ローレンツ、お前があらかじめ話しておいてくれたんだろ。僕は現状を伝えただけさ。それに父はクロードに従ったわけじゃない。レア様の代理人である先生がいたからさ。父は敬虔なセイロス信徒だからね。だろうね。俺の人徳で諸侯をまとめられたとは欠片も思ってないさ。ありがとな先生、利用しちまったようで申し訳ない。助かるよ。手段を選んでる場合じゃないんでね。だが本当は自分の立場になれないんじゃないか。もともとセイロス信徒でもなかったのに、いつの間にやら教団の代表になっちまった。もしかすると信徒を騙しているような罪悪感があるのかもしれないが、これを望んだのは教団の最高権威、大司教レアさんだ。しかも天帝の剣を使える特別な存在であることは偽りのない事実。ドーンと構えて、あんた自身自分の立場をもっと利用してもいいくらいだと思うぜ。密偵からの報告だ。敵は今メリセウス要塞に兵を集めているようだ。兵力の規模から見て指揮しているのは名のある将軍か、あるいは。ああ、だとすれば面白い。皇帝さえ倒せば帝国を瓦解させられる。もう一つ報告があるよ。ミルディン大橋に正体不明の軍勢が押しかけてきたんだ。北西からダフネル領、グロスタール領とすごい速度で通過してきた連中でね。ブレーダッドの軍旗を掲げてると来てる。ファーガス王家の残党なんだろうね。同盟の領民には一切手を出すつもりがないようだから、無用の交戦は控えさせたよ。王子の仇討ちのために帝国と戦おうって気なのか。それで大橋は？死者の一人もなしにはさすがに通せないさ。強行突破の構えを見せたから矢を射かけてやろうかと思ったが、すぐに東へと去っていったよ。東、コーデリア領内の橋を使うつもりか。ああそうだろうね。あそこはまだ帝国軍が支配してる。そこを突破して帝国領内に入ったとして、その先どうするつもりなのか。監視の目は緩めたくないが、帝国領内では難しいこともあるだろう。とにかく旧王国軍らしき連中が帝国に入ったと見て警戒しておこう。俺たちもいよいよ帝国領内に入る。敵が迎撃してくるなら戦場はおそらくグロンダーズ平原。懐かしの樹脂戦の舞台だ。ねえねえ、グロンダーズ平原ってこの辺りのはずだよね。すごい霧なんですけど、これじゃ敵がどこにいるのかもわからないよ。樹脂戦の経験で地形は把握してますけど、相手の布陣が見えないことには。条件は敵も同じだ。霧が晴れるまで待つしかないな。そういや、正体不明の軍勢とやらはどうしたろうね。続報はないのかい？今んところ音沙汰なしだ。もしこっちに向かってんなら背後からの不意打ちは勘弁願いたいな。濃い霧のせいで石膏も役に立たない。先の読みづらい戦いだ。何がどう転ぶか。ああ、俺たちが青い顔を見せたら味方の士気がなだれ打っちまう。今回はあんたの士気が何より重要だな。俺たちを必ず勝たせてくれ。
ミルディン大橋を発した同盟軍は帝都アンヴァルを目指して南進。さらに王国軍旗を掲げた正体不明の軍勢も出現。一方帝国軍はすでにメリセウス要塞から迎撃軍を出陣させていた。かつて十字士戦が行われた平原で三勢力が一堂に会し、後世にグロンダーズの海戦と呼ばれる戦いが幕を開けようとしていた。貴様らの首を残らずねじ切り、死者への手向けとしよう。酒の代わりに血を浴びるとは、とんだ同窓会があったもんだな。まったく懐かしい顔ぶれね。残念だわ。殺し尽くしてやる。この戦いで道を阻む者は引き潰すだけだ。ディミトリのやつ生きてたのか。しかし俺たちと組む気はなさそうだな。2対1にするのは得策ではないわね。王国と同盟に連携させないためにも、敵も味方も分からぬほどの乱戦に持ち込んであげる。さあ急ぎましょう。はい、やってみます。戦場に出りゃ俺も駒の一つだ。さあ進みますわよ。戦場を広く見なければ。俺に任せてくれよ。はいはい、行きますか。落ち着いていきましょう。早く指示してくれ。僕が行くしかあるまい。騎馬隊進軍なさい。近づくと撃ちますよ。の責務を果たしたまで。計算通りの戦果だな。
なかなかの働きだな。私の勝ちですね。気合入ってるな。覚悟はしてたんだろ。よし、今だ。僕も危うかった。目標はもっと高いところにありますから。おお、中央の丘を放置してこちらから攻めてきますか。随分と悠長ですね。作戦の障害取り除かせてもらいますかな。さあ、見え見えだ。筋肉に勝てるわけねえだろ。
続は命に関わります。陛下、先に引かせてもらいますよ。気にしないで、まだ戦力は残っている。ペトラ、すぐにあちらに援護に向かって。はい、エーデルガルト様の陣守る。何人たりとも立ち入らせません。ガルグマクで戦って以来か、美人になったな、エーデルガルト。あなたも随分風格が出たわね。先生に助けられて正直羨ましい。あなたにも先生にもまとめてここで舞台を降りてもらいましょう。そいつはお断りだ。それにもし降りてもしつこく登らせてもらうぜ。今よ。違う相手だけれど、致し方ない。中央の丘を焼き尽くしなさい。ベルナデッタ、ありがとう。あなたの命、決して無駄にはしない。戦場を広く見なくては。次に会った時がどちらかの道が途絶える時だと思っていたわ。先生の意味、ここで止めてあげる。永遠にね。もらう。いずれまた戦場で会いましょう。
前も俺を阻むのか。ならば殺すだけだ。戦場に出りゃ俺も駒の一つだ。ディミトリ冷静になれ。今ここで俺たちが潰し合って喜ぶのは誰だ。どけクロード、貴様と言葉を交わしている暇はない。今のお前には何を言っても届かないか。けど俺も引くことはできないんでね。ガルト、貴様を殺すまで俺は。こんなひどい戦場でも勝利を誇らなきゃならんか。よし先生、勝ち時を上げよう。これで俺たちは前に進めるんだ。エーデルガルトは引いたか。打ち漏らしちまったな。ああ、どんな形だろうと勝ちは勝ちだ。味方も傷ついたがまだ戦える。この結果を受け入れて前に進もうぜ。しかし戦場はひどいありさまだな。王国軍は、ディミトリはどうなった。私彼を見たわ。ディミトリを。昔の彼とは全然違った。悪魔みたいな形相で戦ってて、撤退するエーデルガルトちゃんを追ってもう少しってところで力尽きちゃった。帝国兵に囲まれて槍で突かれて、意外にあっけない最後だったよ。そうか。ここまで来るのも相当な苦労だったはずだが報われなかったな。私にはディミトリ君の気持ちなんてちっともわからないけど、もっと違う生き方もあったはずだよ。なんであんな。ああ、そういやあいつの従者ドゥドゥも死んだのか。わからない。殿下、あなたの願いは俺が継ぐ。必ずやエーデルガルトの首をあなたに。先生、クロード、ちょっといいですか。リシテアか。こんな時間にどうした。眠れないのか。あんなむごい戦いの後だ。誰だって神経が高ぶっちまうよ。どうしても眠れないなら牛乳でも温めてだな。もう私が少し遅くまで起きてるとすぐそうやって子供扱いで。そんなことをどうでもいいんです。あの戦いで気になることがあって。気になること。帝国軍の中に様子のおかしい魔導士がいたのは気づきました。そう、そいつらです。私あの装束に見覚えがあるんです。少し昔の話になりますけど、13年前に起きた帝国内の内乱にコーデリア家が関与していて、内乱が鎮圧されると重心はみんな捕らえられて殺されてしまいました。代わりに帝国から人が送り込まれてきてコーデリア家を牛耳ってしまって、
その帝国から来た人たちの中に戦場で見たあの装束の魔導士がいたんです。帝国の魔導士ってんなら同じ装束でも特に不思議はないだろう。ええ、でもあの装束を着た魔導士はアドラステア帝国の人間じゃないと思う。そうではなくて、フォドラとは全く違う出身の者たちという印象でした。あいつら家中の若者を次々と投獄して、恐ろしい儀式、いえ血の実験を。まさかお前も。はい、私以外の者はみんな失敗して死んでしまったようです。それに私も。とにかくあいつらは恐ろしい知識と力を持っています。そういう奴らが帝国に味方している、そのことを伝えておこうと思って。血の実験、思い当たることはあるよな。ああ、5年前フレンをさらって血を抜いた連中がいた。関わっていたのはトマシやモニカ、あ、いや本当の名はソロンとクロニエだったが、帝国の裏でうごめく薄気味悪い連中だ。リシティア、よく話してくれた。いずれそいつらの正体も暴いてやるさ。俺たちは帝国領に攻め入り、初戦を勝利で飾ることができた。この勢いで帝都アンバルまで攻め上りたいところだが、あいにくと俺たちは物語の英雄じゃない。体力には限りがあるし、戦えば消耗する。付き従ってくれてる兵たちも戦うための物資も勝手に増えたりはしない。坊や、まさかこれで終わりなんて言うんじゃないだろうね。言うわけないだろう。だがここから先は敵地の深部、茨だらけの道だ。さすがの俺も命の保証はできない。抜けたい奴は遠慮なく抜けてくれ。僕は最後まで付き合うさ。クロードが途中で死んだら継ぐ者がいるだろう。私も行くよ。村のみんなの未来がかかってるんだ。それに師匠の代わりに私が先生を守ってやんないとね。俺も抜けられねえよ。帝国のせいで妹も安心して暮らせねえんだからよ。ホドラの未来を他人任せにはできません。それはみんな同じ気持ちじゃないかと。セイロス騎士団は帝国に勝利し、レア様を救い出すまで戦い抜く覚悟だ。なんか最後までみんなで頑張ろう的に盛り上がっちゃう展開。あ、マリアンヌちゃんはどうするの？私も戦います。はあ、そう、仕方ない。私も付き合いますかね。頼もしい仲間と戦えて嬉しいよな、先生。おっと、俺を褒めても何も出ないぞ。さてと、みんなの覚悟を聞けたところで、俺はまた少しの間同盟領に戻る。今回の戦勝を同盟諸侯に報告して、さらなる支援を引き出してくるつもりだ。次の戦いも厳しくなるだろう。気を引き締めていこうぜ。さて、兄さんに手紙を書かなきゃ。立った報告をしとかないとね。兄さん、ああ、ホルスト教か。どうだ、元気そうか。元気を持て余してるよ。この戦いが始まる前にも手紙が来ててね。できればこっちに来て私たちと一緒に戦いたいって。何、ホルスト卿が来てくれるのか。もしそうなら心強いことこの上ないが。でも父さんが反対してるみたい。ほら、パルミラ人への備えとかあるでしょ。それもそうか。同盟切っての優勝が前線に来られぬとは歯がゆいな。
俺たちが考古の憂いなく進めるのはホルストさんが残ってくれてるからだ。ファルミラのこともあるが、旧王国領から帝国勢が奇襲してこないとも限らないしな。それで兄さんに何か用があるなら私から手紙を送っておくけど。いや、元気ならそれでいいんだ。よろしく伝えておいてくれ。